前回のカズクラ、カズさんなんだか髪の毛が少なくなってきたんだ。あ、そうだ、わかめを食べば増えるじゃないか。いや違う違う、うん、そんなんじゃなくて、あのただ単にわかめをいっぱい作る製造機を作ってみた。まあ、ちょっと今回オリジナルでやってみたんだけども、なんだかんだ言って成功。現実世界、カズさん髪の毛増えるといいな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いや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 、増えてるんじゃないですか髪の毛が。今32コンボあるでしょ。お、なんか今パチャコンって今落ちてきたぞ。34コンボになった。え、来てるちゃんと。ていうかなんか水の形なんか違くない？なんか水の形違うよね。なんかなんだこれ。あ、動いた、あ動いたの、あ動いた。こんなとこ落ちるの。ここの列とかはいらねえか。やっぱ微調整は必要だね。でまだまだ効率いいやり方あるんだろうな、いっぱい。これカズさん考えたからさ、ちょっとね、アラがいっぱいあると思う、これ。ほんでいっか。ほんでいいよね。ここも積みてしまおうか。オッケー。ここ潰すとどうなるんだろう。ここが中心。こうすればきれい。似たような波形になるかな。あ、なった。いいね。ちょっとね、無駄はあるかもしんないけど、綺麗だよね、形的に。さっき34コンボあったら40コンボまで増えてる、この短時間にさ。てか形が均一じゃない。こんなもんかい。こんなもんだな。生えて、コンボ生えて。これやっぱあの明かりがないと。あ、でも下から結構増えてるやつあるからな。明かりがなくてもこれコンボって増えるのかもしんないね。これコンボ、コンボいらっしゃい。コンボ、あ、よく考えた俺。コンボ待ちながら釣りすればいいんじゃないのこれ。コンボを待ちながらさ、そういうことじゃないのこれ。ていうかなんかハゲてる部分、あ違う、あれ刈られた部分か。おーおお、いった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 。結構勢いがいいな。ここで釣ってみよう。はい、左右に流れそう、超怖い。おお、いいねいいね。コンボ浮いてるよ。どっか右か左かに流れるのかな、あれ。あれ意外と流れない。よいしょ。2、3、4、5、6、7、8、9、10。あとなんか変な闇を見つけてしまいましたね、これ。真ん中引っかかんだな、これ。今釣り上げたわ。ああ、よくれたー。いや、村が発展したわ、本当に。これ、水族館を作ってほしいっていうリクエストもね、いろいろあるからね。いや、いつかイルカとかね、連れて帰って。どうやってイルカ連れて帰ろう、これ。相当厳しい戦いになりそうだけどね。ただね、私の村の欠点といたしましては、海がめちゃめちゃ遠い。これ、何なんだっていうぐらい遠いんですよ、これ。どうしたもんか。なんで海のアップデートが来てんのにさ、俺、海遠いんだろ、これ。近くないと思うんだけどな、さすがに。あ、ほんで、この前、いろいろ切れてきたので、いや、これやっときましょうよ。うわあ、やべえ、めっちゃ捨てた。いや、もうめちゃめちゃ作っとかないとさ、足んないんですよね、本当に。ぽいぽいぽい。ほんで、ネザーボートなど、まあ、いろいろぶっ込んでいきますか。おお、やばい、電話。おっとっと、電話。撮影中、電話あるあるね。俺、どこまでやったんだったっけ。これだ。よっこいしょ。えいしょ。で、ポン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 。あー頑張った。これ水もうちょっとね、入れれるように工夫しないといけねえな。これ横にこれを置いてるの絶対問題になってって思うんだ、これ。これ問題だよな。絶対さ、この裏側に貼っつけといてもいいかもしれないな。水中呼吸入れ、水中呼吸こっち入れましたよ。んで暗視こっち置きましたよ。で一応、あ、ほんでこれだ、強敵。いろんな材料入れ、これぶっ壊して、ほんで OK だな。こうすることでめちゃめちゃこの中にぶっ込める。で材料も これいいな。でもこのアップですっげえ良くなった。いや絶対関係ないもんなんか混ざってる気がするけど、これで水連打して、うわわわ、こうか。しばらく分作れる、これで。ポイポイポイってやっても補給されて、ポイ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 、安心できました。いや相当量できたね、これ。いやなんか俺新しいのできそうな気がしてきたこれ。安心
えい、うわできたいっぱい。さてと、んなら今日もちょっと潜りに行っていこうかな。この数ボックスの中に水中呼吸とかね入れておくボックスがあるからさ、この中にちょっといろいろ入れていこうか。1234567891010、10個入ります。1234567891011121213個入ります。そうだね、わかりやすく。ほんで個人的に3つぐらい持ってって、はい、オッケー牧場。あ、早速ここも安心がまたできた。あっぶね、やらかすとこだった。よし、ならちょっとこれでお出かけの方行ってみますか。あ、ここに1個ぐらい置いとこうか。さあ、レッチゴレッチゴ。なんだこれ、んー、成仏。んで数が、あ、61スタックいってるやん。いいやんこれ。あ、ほんでこっちの方よいしょ。お、こっちからも別方向から、これサラウンド感あんだな。右方向から今聞こえた気がするぞ。わかんない。あ、トロッカーあっち、あーたたた、よかった。こんな感じ、トロッカーって。でもあっちにもう一個あるんじゃないのかな、これ。よいしょ、はい、こう。さあ、というわけで本日もやってまいりました。多くの方リクエストありがとうございます。最近リクエストコメ大変多い。戦闘完成、スライムトラップ、トライデント、マンション。なるほどな。いやー、まだまだいろいろやりたいところありますよね。ほんでこっちの方に、あ、やっぱりやった、やっぱりやったぞこれ。オッケーオッケー、1個回収した。ちゃんとこの中にね、片付けておかないとね。こういうことあっからね、たまにエリトラで帰ってくる時があったから。まあでもまだ今修繕とかついてないからさ、このまんまで行こうと思う。あ、亀島行こっか。亀島でまだね、離れてたから全部孵化しきれてないような気するからさ、ちょっと待ってみようこれ、亀島の方で。おーい、おーい、亀島、亀島あるくーい。あ、そういえば福井の方にもね、なんか亀島とかねあるよね。ね、亀島、越前海岸の方にね。あれ地元の読み方だけかもしれないな。亀っぽい形してるから、そのまんま亀島。まずい、亀っぽい形にしないといけないんじゃないの。あら、こんなとこにもエンダーチェストが。まあいいんだけど、どうかな。うわ、めっちゃいる。おびただしい数の亀がいるんだけど、中入ると卵潰しそうでダメ。これちょっと綺麗にしておこうか。ちょっとぐらい内側にいてもいいような気するんだけどね。パリ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 ってくると思うよ。もう亀いすぎてさ、どれが大人になったとか全然わかんないからね。時間的に、あ、なるほどね。あ、ちなみにさ、そうだそうだ、卵ってゾンビとか狙ってくるから、ある意味ヘイト集めにちょうどいいんだよねこれ。そうだ、1個ぐらいこれちょっとまだ生まれに行くそうな。これだけ拝借しよっかな。怖っ怖っ、割ってしまいそうで怖っ。卵入れとこう、これ1個、1カメ。あ、来ねえかな。あ、1ペキボ入りました。お、あ、ダメダメダメ、割らないで。今1ペキぐらいいったかもしんない。あー、やだもう。あ、でもそろそろパキパキタイム。おおおお、キュッピって聞こえた。もうどれが生まれたかわかんないけど。なんかきっと、あ、生まれた目の前の子。あ、いいっすね、いいっすね。でもまだ卵あるな。わー、いい、結構生まれたんじゃないのこれ。来てる来てる、パキパキラッシュ来てるよ。キュッピキュッピって、もうこれで8割ぐらい生まれたんじゃないのかな。キュッピキュッピラッシュ終わったわ。もうちょっとさ、絶対この中にさあるんよ、絶対。スニークで行けば危ない、踏んじゃいそうで怖いな。絶対亀のね、甲羅っていうかさ、絶対この中にあるような気するんよ。成長した時にもらえるやつさ。ちょちょちょ、あっちょ、あっぶね、あー危ないこれ。うん、意外にもらえないね。大人にならないのだな、なかなか。全部大人になったら出していこうっと、積極的に。本日も冒険行きますか。おいしょい、おーい。海底のさ、こういうところをしっかり、あっ、ほら、ダイヤモンドとか見つけたいよね、これ。この海溝探検とかしてみる。こっちはこっち。ねえなー。あめ、下手に近づくんじゃなかった。水中の中だけでいいよ俺。スイースイースーとかだったったったか。あ、ラピスラズリ、ラピスラズリ本当にいっぱいあるんだよな。海底渓谷でディアモンドね、ディアモンドを探すの旅ですよ。オッケー、ここオッケーな。さあ、んならまた次のところに行ってみよう。あった、いや、ほんと草だらけ。買っとこうかなこれ、もう。えい、うわあ、イルカさんが遊んでるわ。あ、こんなとこにも渓谷、超細かい渓谷あったぞ。いやこれ、いや海底の中のね、渓谷美味しいんじゃないこれ。めちゃめちゃ鉄鉱石とかモリモリじゃん。ただディアモンドは見つけれねえんだな俺、なかなか。ダイヤモンドの方は、あ、
危ない、マグマある、マグマった。まだまだね。あ、これ前一番最初の頃見つけたやつだっけ。そうだ、これ確実に廃校だよね。うん、あ、いやめっちゃ敵いた。これ廃校だよね。廃校か、どこだこれ。記憶しておこう。マイナス238の1600か。よーし、記憶したな。これみんな覚えとけよ。いや、ダイヤモンド発見するまで覚えたくないな今日はね。あー、これ危ない。ふわふわ、あ、いった今の。さーて、警告の方はね真面目に入ってないからさ、まだダイヤモンドの見過ごしとか絶対あると思うんだよこれ。あー、吸い込まれる。あった。これもう水中の中だからもうやられる。あった、ダイヤモンド。3ダイヤゲット。いや、もう有言実行のチャンネルとはこのことですよ。いや、これ調子に乗ってまだまだ見つけてやろうかなこれ。はい、一旦上がりましょう。いや、うまいな。今のところかな。うまい。もう結構ザクザクだね。あ、これ魚もめちゃめちゃ捕まえとかないといけねえな今度。水族館作るんだから。あの魚でミッシミシのやつ作りたい。あの魚のさ、いろいろ混ぜるとかじゃなくて、あの一種類ごとになんか分けておきたい気もせんでもないんだけどね。あ、また警告でーす、警告でーす。いい深いで、全然浅い。こっちの警告浅いぞこれ。これ浅いな、この警告は。いや、良きじゃないですな。ここも一緒だわね。あっちなのかな、さっきと。いや、これ俺掘った後かな。もえ、なにこれ、あれ遺跡じゃないよねこれ。なんか下にないよこれ。なにこれ、海底遺跡たん。え、なんやこれ。え、なんで要塞あんのこれ。これ要塞ん。え、ちょっと待って、俺これ来たことなくない。いや、これ来たことない。なんで要塞があんだこんなとこに。え、なんなのこれ。これしかも上はこれなんだろう。階段があるってなんだろうこれ。要塞に階段があるとこなんてあったっけ。こんな場所最近あるの。なんだこれ。いてててやめろって、やめろっちゃ。あちゃ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 、やべえ、なんか変なとこ見つけちまった。はい、これ、2つ3つあんのかこれ。こんな感じで終わり。ちょっと次探検していきたいなと思います。エンドラ奥にいたらどうしよう。まあ本日はこんな感じでね、また次ここ攻略していこうと思いますのでお楽しみください。ではまた今度お会いしましょう。バイ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 キン。